会長だ。お疲れ様です。ご苦労様です。お疲れ様です。会長お疲れ様です。お疲れ様です。まだ本部長来てないです。まだ方面かなんかあるんですか。怒られますよね。ここで怒られるから そのうち窓かけますよ。方面やるんかって許可はですね。方面これはあれなんですか。そこさ、あれあるでしょ。あそこ入り口です。入り口です。こっちからはさ、入ってこない。入って、ここから。あそこから入ってはい。ここからは出られないです。あの捕まります。ここには来られないでしょ。あ、来られます。来られるんだ。来られます。あのスタンドの脇に出るんで、あっちから、あスタンドのこっち側から出る。そうなんすか。こっちだから。そうなんすか。もう降りてない。俺ね、そこで降りてさ、はい、そこまで来たら、そしたらサービスエリアには入りませんっつうんだ。あ、入ります、入ります。またずっとさ、戻ってそっちからまた本場まで行って、そう来たんですよ。あで、それだけだけど、そういう意味なんだ。一番早いし、俺も、はい、俺いいっすそこなんですけど、そうでしょうね。本場まで行って、わざわざ。そうでしょうね。ここから入ると、ここで出らんないですよ。ダメなんですよ。出られるんだけど、基本的には、うん、入っては出られるんだけど、うん、やっちゃダメなんですよ。あそういうことなんだ。始末書になっちゃうんですよ。そうなんすか。俺、講談の仕事したんで昔。あそれやって、はい、すんごい締め上げられました。あ、マジですか。始末書。同じところで出たり入ったりしちゃダメなんですよ。一区間でも飲まないと。あいくら講談の仕事してもダメなんですか。ダメなんです。決まりで講談の仕事してやめた。講談からお仕事もらってたんですよ。いや、そうなんすか。いいな。会場見ました。シート、このエキスポのシートって全然形違うんですよ。ランバーサポートが開けていいですか。いいですよ。すごいパケットみたいなんですよ。ホールドすごいですよ。ホールドがなんじゃこれやって言わないと。エキスポのエンボスが入ってこれは言わないですね。これね、いとこが乗ったんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、あれここホールドしますよ ね。結構いい、いいです。今日座ってみたら。これはもう溜まって動かない。ガチッと。自分本当にね、なんだっけ、レボーグ。はい。初めて見ました。あれはいい車ですね。あ、そうですか。だレガシーとレボーグはすごいいいですね。水平対向だからさ、あの重心が低いでしょ。ポジションもんと良くて、でバゲットで、軽くて速くて。ターボですか。2000のターボですかね。レボーグあれがついてます。あのロンチ、はあ、ロンチスタート。なんすか回転グーッと開けといて、いきなり、いきなりあのゼロ4みたいな感じで、はい、パッて出られてるやつ。GTR とかも今ついてますけど、ロンチスタートって、はい、ガーンってひっくり返っちゃうんですよ。でも、あれは面白いなと。いい車ですよね。いい車ですよ。いい車だ。で、俺買おうかと思って、昨日中古ですぐ見たら、高いんですね。でも乗り心地はあれだけレガシーで言うとレガシーですね。レガシーってね、シルビーはシルビーシルビーシルビーすごくないといいじゃないですか。かっこいいかね。これどっちも言うのエンジンのあれあれが良くて多分俺気はそうですかね。セカンドカーに行くのかな。ファンが多いですかね。結構いますよ、結構いますよ、そういう人。そうですか。これ乗ってて真っ白で怖いとね。あっちの方が早いんで。一等が早いし。長野行って、山道行ったら、はい、楽なんですよね。やっぱ違う。近い買ってるから。えれ楽で。重心も低いし。低いし。低いですよね、今の車。何なんで低いですかね。ワイドンドローなんですよ。色黒はボディーショックだよ。エンジンのその高さで全然変わってきてる。全然違うでしょうね。ホンダの車も本当低いじゃないですか、ね。純正で。だからいいんですよね。クイックですもんね。キュッ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 。キュッキュッキュッ。あの、高橋君のクラウンみたいに、カートみたいなのが効くんですよね。あれ、カートですよ。マリカー乗ってるみたいな。なんか動きが。サスが入ってないから。サスが入ってないから。乗り換えるって言ってますもんね。もったいないですよね、まだ。あれ、極めてもらいたいですよね。なんかまだもったいないの。あれはすごいですよ。すごくいいじゃん、これ。なかなか。あ
秋さんのさ、エンペラーって人誰ですか？エンペラー吉田さん。エンペラー吉田さん。どの人ですか？あ、来るって言ってましたね、この間。いや、来なかったですね。来なかったんですか？来なかったんですか、やっぱり。多分、そう。それからコメントがないんで。ないのって方なんですか？あれ、来たんですか？わかんないです。で、ご夫婦で来るって言われてるんです。そうそうそう、そんなこと書いてありましたよね。なんかご覧になりました。はい、そう、よくわかんない。行き合ったら挨拶するとかなんてなってるんで、俺も。いや、全然。そのエンペラーの縁の字もなかったんだよ、そうなんですか、今日15日。はい、キャプチョチ、マセラティも納車になるわけですね。中中中にマセラティ納車になるって書いてありましたよね。そうですね。マセラティ、とにかくマセラティが好きさん。待ってます。待ってます。待ってます。みんな待ってます。いや、意外とね、多いんですよね、ほんとね。だから、鵜呑みにできないです。あ、あと、あれですよ、秋田。え？あの、素晴らしい車。あ、6ニース。6ニース。待ってます。マイバー、6ニース。エンペラーって人が何、そのマセラティなんですか？いや、違います、ね、また、はい、ええ、また別件ですね。別件ですか？別件近く。まあそう、割とそう。キューさん、キューさん車洗ってる人ましたよ。え、マジですか？うん。キューさん、そうですね。キューさん。うがってますんで。そう。ええ、今、車洗ってます。下道に来るって言ってましたね。タオル持参できますよ、そうなんですか。借りるね。今日も半ズボンですかね。あ、もちろんです。また荒れますよ。もう荒らせるの好きだからね、みんな、皆さん首脳がオフレコね、オフレコになってるんですよ。大公開音声 P ですね。 P 入れないんだよ俺。基本編集しないんだよ俺。半 P で自分で入れながら、もう編集めんどくさいんだよ。そうですよね、まんまの乗せちゃう。もうそのまま乗せてますから、ダイレクトに。これは回ってる時はだからあれですよね、やたらのこと言えない。また叩かれ、叩いてくれって言って、どんだけド M なんだよって言って。面白いな。もうそろそろ来るかな、ね、でも天候があれですよ、良かったですよね、本当雨予報でしたもんね。そうですね、もう多分今日は降んないですね、こんな感じで